21世紀も22世紀もそしてその先も地球が命の星であるために電気はエネルギーの未来を見つめます。地球と一緒に電気も前へ。その一つが原子力発電です。幸せの力になりたい四国電力です。電気のない暮らし想像できませんよね。子供にそんな未来が来ないように電気を使ってきた私たちがすべきことを考えないと。原子力発電の燃料をリサイクルする過程で出る高レベル放射性廃棄物、その安全な処分方法として地層処分の実施への取り組みが進められています。私は必要だと思います。未来の子供たちのために私たち大人は何ができるか。電気のある快適な生活が続くように今きちんと判断することじゃないかな。原子力発電の燃料を再処理する過程で出る高レベル放射性廃棄物、その処分方法として地層処分の実施への取り組みが進められています。私は必要だと思います。日本は資源の少ない国。すいません。子供たちの未来も考えていかないとね。日本のエネルギー自給率はわずか 4%。 関西電力はエネルギー資源を有効に活用するため原子力発電所の使用済み燃料を再処理して活用するプルサーマル計画を進めています。ありがとうございました。みんなと未来に電気とエネルギー、関西電力。誰も責任を取らない。都会の人たちが電気が欲しいと言って都会に原子力発電所を建てるというならまだ受け入れる余地はあったと思います。でも自分たちが欲しい電気を起こすために危険は他のところに押し付けるというようなことは私にとってはもう論外でした。日本人に原子力というものはどういうものなのか気がついてほしいということですね。一度手を染めてしまえば100万年にもわたって毒性が続くという自分では始末のできないゴミを生み出すというそういうものです。さあ、あのね、はい、例えばみんながまあまあそれでいいやみたいな時にね、うん、おい違うだろお前らみたいなことを言う人っていうのは昔は映画や物語でも多少かっこいい人でしか描かれてない。もうもはや今それはかっこよくないわけ。ノリ的にはそういうやつはむしろかっこ悪いやつとかダサいやつなわけ。それはあ僕ジモさんのお話を伺って、うん、確かに昔のですね、例えばゴジラだな、うん、ゴジラって映画とかね、うん、ウルトラマンとかなんとかでもですね、うん、誰もがそれは違うって言ってる時にですね、一人だけ科学者がですねこれはとてもやばいんだっていうふうに言い続けて、うん、彼の言うことが確証されるっていうモチーフがねよくあった、うん、それでも地球は動いてるですよ。そうですよね。で実は最近あんまりそういうモチーフってないですよね。見ないですよ。そんなの見ないですよ、ね、変なやつ扱いになってる可能性高いですよ。そうですよね、うん、だからその社会に警鐘を鳴らすっていうようなその、まあ、役割というかポジションの、うん、意義がねやっぱ許容されにくくなってるのかもしれませんね。それでも地球は回るじゃありませんけど、うん、余計なこと言わなくて回るものは回るんだっていう感じでしょうかね。そうでしょうね。あの僕のねまた恐縮なんですけどね、そのうまく回るってこととまともであるってことは別なんですよ、うんうんうん。でやっぱり昔の科学者っていうカテゴリーもそうなんだけども、あれはまともさの代名詞でもあったんですよね、うん、科学者はまともな人間なので警鐘を鳴らすんですよ、うん、でもまあ特に最近の僕たちの社会の特徴は、うん、うまく回ってれば別にいいじゃないか、まあ、そのまともか正しいかどうかなんてことはねそのごちゃごちゃ言うとややこしくなるだけだと。大体正しかろうがねまともだろうがうまく回らなかったらどうするんだよっていうことの方がむしろ、うん、重要になっていると。回っていくことの方が優先事項になっている。そうですね。そういうふうになっていると思います、ね。間違った方法でもとにかく回っていかないとダメだと。そういうことになっていると。そうなっていると思いますね、うん。それは回らなかった場合のその被害の方が、うん、正しいことをまあ嘘をやってでも回ってさえいれば、うん、その嘘をやって毀損されるものと正しいことをやって回らなかった場合のその失うものっていうので比較考慮したときにあれやっぱり嘘でもいいから回ってる方が良くなっちゃったわけ。つまり逆に正しいことを貫いた結果発生するマイナス点があまりにも大きくなっちゃって被害というんですか
インジャリーが大きくなりすぎちゃったんで、もうそれに耐えられない社会になっちゃったってことですかね。多分そうだと思うんですけど、ただそのインジャリーが大きくなったっていうその評価はね、かなり主観的なものですよ。だよね、だよね。そうです、うん、だからそれはね、まあいつでもそうなんですけど、うん、そのマズローの欲求階層論じゃありませんけれどもね、うん、我々はまあ贅沢になってるんだと思いますわ、うん、食うに困った時代からね、そう、あるいは安全に脅かされる時代、そういうのも、まあ、ある種クリアして自己実現の時代になったとされている、うん、まあ、上の方の階層に行けば行くほど些細なことが気になるようになると。昔の貴族が自分の鼻が低いことを苦にして自殺しちゃうみたいな、そういう話ですか。まあ、僕はそういうところに近いところがあると思いますよね、うん、だからその意味で言うと、うん、面白いなそれは、うん、どう言ったのかな、そのやっぱり僕はすごく印象的だったのはね、山本譲二さんがね、議員時代はこう熱に浮かされていたような感じがあったっていうのは、なんとなくそれ分かるんです。